はい今回は日本保守党、有本香織に黒川さんと根本さんが問いかけて炎上している件とその真相について考えてお話ししていきます。 あのリスナー様からコメントをいただきましてちょっと調べてみましたで最初にお話ししますが、えー、僕はですね、えー、まあ、今回、まあ、今回だけではなく本当はあねすべての方がいいんですけど特に今回に限ってはあの悪い表現は使い使えませんので、えー、別に大声で話すこともないしあの冷静にね客観的にお伝えします、まあ、たまにあの僕もですねあの熱くな何かね良くない言葉づけを使ってしまうことがあるんですがあの今回はね本当極力あのね、えー、控えましてあの客観的に にあの冷静に考えると何かっていうと有本香織っておかしいことを発言してるよねってことは分かってるんですよだからあの、まあ、僕はねの黒川さん根本さんを、まあ、応援してますからあのその僕の思いが届けばいいと思ってるんですよで例えばですね黒川さんと根本さんを応援してるっていうと何だとかって思う人がもしかしたらいるかもしれないんで最初にお伝えしておきますあのこの2つを考えてください例えばあ言葉遣いが悪い けど有事に向かうね、えー、憲法改正派これが日本保障です。 でもう一つ言葉遣いは悪い。しかし別にね、その憲法改正、えー、派ではない。なんか根本さんはそうだって言うんですが、まあ、ちょっとそれはわからないんで、言葉遣いが悪いが、有事には向かわない。で、その例えば安倍晋三とか、え岸田文雄とか、自民党のでたらめを明かす、その人、どっちがいいんですかって言ったら、ねえ、えー、有事に向かわない、憲法改正しない、えー、ね、その、日本が良くなっていく方向がいいじゃないですか。か日本保守党ってのは何かっていうと、保守っていう言葉を使って、国民をですね、えー、こう、なんていうのかな、引きつけてるだけの、単純にエセ保守 なんですよ日本保守党というのはエセ保守、日本保守党とはの売国、それが分かってるんで、最後まで聞いていただければ、お分かりいただけると思います。まあ、僕のような話をしている人がいるのかどうか分かりませんけど、とても大切な話なので、でもう一回言いますが、あのねえ怒ったり熱くなったりね大声で話したりしませんので、冷静,に冷静かつ客観的に、えー、お,お,お話ししようと思うので、今回はね今回ちょっと頑張りますので、えー、ってな感じでよろしくお願いします。まずあの リスナー様からいた,だいたコメントがこういった内容なんですよねあの,このコメントいただいた方だってのはめっちゃ頭いいんであ僕はちょっともう正直言って、えー、この方の足元にも政治の知識が及ばないと思うんで、えー、僕なりにあの頑張って調べたっていうことでただですねこの方と僕はあのこの方のおっしゃってることと僕は同じ意見なんですよ。 で、何かっていうと、チーム黒川が百田飯山に突してますと、チーム黒川っていうのは黒川さんと根本さんと,あと他の方もいらっしゃるのかな、うん。で、根本さんが安倍のどこが欲しいかと聞いて、有本は答えられない。うん、まずここですが、この方のおっしゃる通り、僕も見ましたけど、うん、だって安倍晋三って保守じゃないからね。うん、衛生保守、売国度だから、うん。それだけです。アベノミクスで、えー、日本からアメリカに1500兆円のお金を流して、日本経済を衰退させた張本人、えー。さらにですね、 あのなぜこの安倍を、ね、応援するのかっていう意味が分かりませんが、まあ、マスコミのでたらめに踊らされてるんでしょうね安倍さんはね8年8ヶ月の長期政権だったんだやっぱり国民が支持していたわけではないですよ。とんまる、とん協会の組織票を差配していて長期に君臨していたんですね。でこれもしっていうのがつくからあもしっていう、僕こんなことは理言実ではないですけど。 もし安倍晋三があいい経済政策、あるいはですね憲法違反とかせず、軍拡とかもしなかったら、もっと日本って良くなってたんじゃないんですか岸田文雄ってのはおかしいこと言ってますが、あの岸田文雄だけがおかしくしたわけじゃないですよね。8年8ヶ月の長期政権の安倍の時に日本ってこうなったんですよね。そしてその安倍晋三を支持するっていうのはどうですか意味わからないですよね。 で百田や飯山が出てきてやり合うかと思ったが、それがなかったという、多分ですね、えー、この日本保守党の考えとしては、あまあ、この根本さんとかね、えー、この何でしょうかね、えー、黒川さんに対して、まあ何、まあ、ていうのかなああのそのあ、相手をしないっていうか、そういったことを決めていたのかもしれない、どうだかそれは分からないです、僕は別にその関係者ではないからね、だ,だけど、その可能性があると。うん でえーまあ、あちょっとユーモアが入ってるんで、これは分かっていただきたいと思うんですが、アルカリ島と同じパターンですね、アルカリ島っていうのは、そのアルカリを、ねえーまあ、理科の何かに書いてる分かっていただけると思いますが、この東京15区の補選に出,出,る出てますよ、アルカリ島ねうあの、オレンジ色のやつかな、オレンジ色のやつをしてる、まあ、僕は嫌いな政党なんでねで、この方もアルカリ島って書いていただいてるんですが、えー、に日本保守糖とアルカリ島っていうのは、あまあ、同じものの可能性があるということで。 でえーまあ、高齢者があ、高齢層が支持してるということなんですが、この方、あのえーまあ、僕も同じことを思うんですけど、この方、あの書いていただいており、とうまるね、T1、えー、まあ、T1 や日本会議の動員がされてるんじゃないかということなんで、僕もそう思います、うん、あの人数が多いじゃないですか、あの過去に日本保守党って、確か大阪かなんかでもすごく人が来たって言ってましたけど、まあ、桜って言いますか、東丸の関係者がぞろぞろっと入ってると、僕はそう思ってます。 でこのコメントをされた方っていうのは僕より政治の話がね全然詳しいんで僕はちょっと足元にも及ばないと思うんであのぼ僕にできる限り僕に分かる限りの件をねここからお伝えして,し,していきます。日本保守党って何っていう話ね、うん、それだけです。日本保守党って何っていう話で,でそこをまあ、このねコメントいただいたリスナー様もそうですしどちらかっていうと根本さんとか ね、黒川さんとか根本さんはここをつけばねあのよかったんじゃないかなと思って多分僕の話ね根本さん聞いてるとは思えないですけど多分まあ皆さんは聞いていただいて,て、まあ、逆にねあのいつも聞いてて皆さんの役に立てればと思うんでまずそれを考えていこうと思うんですが百田直樹と有本香里ってのは安倍応援団なんですよで百田直樹有本香里、日本保守党ってのは絶対に気をつけないといけない、うん、はっきり言ってこんなものを支持してはいけないっていう政党ですが。 例えば百田直樹っていうのは安倍晋三と数年前から憲法改正を画策してるんですよね。これは本当の話分かっての話です。で憲法を改正するとどうなるのか9条がなくなったり基本的人権がなくなったり緊急事態条項が導入されたりして、ね、日本国民が有事に巻き込まれる可能性があるんですよ。そういったものを支持する人間一切信用できないじゃないですか。 それで終わりなんですよ。で、有本薫っていうのは、ものすごく矛盾を含んで、自分でその矛盾を言っている選収拾がつかなくなっているっていうことがあるんで、まあ、この後そちらの件については考えてお話していきます。で、百田と有本っていうのは、安倍晋三の国葬に参加していましたので、完全にこのもう応援団であるということが分かりますよね。話にならない人間たちであると思います。で、 あの今回この翼の党の黒川さん根本さんがあのなんか否定されたりしてるんですが多分言い方が良くないとかあまあその声を上げて邪魔をしてるとかっていうのかもしれませんがあのそれっていうのは本質の話ではないんですよ。で逆に言うとそれでマイナスを食らってるっていうんですが黒川さんとか根本さんっていうのは言ってることは至ごくまともなんですよね。どどこに本質があるのかっていいう話です先ほど言いましたよね例えば 丁重な言葉遣いをして憲法を改正して有事に向かわせるものと例えば言葉遣いが少々悪くても、ね、その憲法を改正しないとかその有事に向かわせないとかねその方であれば当然ねその憲法を改正しない有事に向かわせない方がいいじゃないですか。 あのなんか根本さんは憲法改正派っていうことがなんか前、えー、コメント書かれてたんですが、ちょっとそれに関しては分からないんで、だから別に、ね、そこを言われるとちょっともう僕もわからない、なんとも言いかねえいところもあるんですが、今回のこの日本保守党の件に関してはということでね、えー、お伝えしていきます。で、安倍晋三の考えを引き継いでいる時点で、ですね日本を完全に壊してますから、アベノミクスとか、あるいはねその軍拡とかね、憲法違反をして軍拡をしてるとかね、そういった人間が保守を語ること自体がおかしいんですよ。うん で、えー、根本さんっていうのはいろんな人にいろんなことを言ってるとかって言われるんですがそんなこともなく根本さんとこの15区の補選の須藤元気さんがあのね普通に話してるシーンがありましたので何やら同じお考えなのかもしれないですね僕はあの須藤元気さんに頑張ってもらいたいと思ってるんで、うん、根本さんと須藤元気さんがね仲良く話してるって良かったなと思います。 であのなんかこれ言われてるんですけど、これに関してはね、ちょっと正直わからないところもあるから、その分からないところの話をしてね、間違えていたらちょっとあれなんですけど、ま一、あ、つ分かってることがありまして、安倍晋三ってのは、日本に外国人移民を大量に受け入れたんですよ、うん、でそれに関してなんか、安倍さんはそんなつもりはなかったんだとかって言うんですけど、いやいやいや、なんでそんなつもりないのにやるのやったってことはそういうことなんじゃないの意味がわからないじゃないですか、内閣総理大臣でしょ、うん、そんなつもりがなかったらやらなければいいじゃないですか。 ありえないですけど、僕は内閣総理大臣に外国人移民の受け入れに反対だ。僕しませんよ、うん。まあ、僕はね、あの一般の人、普通の人ですから、うんただの、ただのおっさんなんでね、そのことはできないですけど、僕はもし内閣総理大臣だったら、外国人移民なんて一切受け入れないですよ。日本の形が壊れるからね。うん、で、それを何でしょうかね、いや、そんなつもりはなかったんだけど、入れたんだって。いや、それつもりがあるとかないとかの問題じゃないでしょ。入れたんでしょ。それでしょ、問題は。 でそれに関して日本保守党の人間たちっていうのは安倍さんはそんなつもりはなかったんだからす,すごく擁護してるんですけど、ね、違うんですよっていうことはみんなで考えましょうよ、うん、でじゃあ例えばその外国人民の話もおかしいですけど、まあ、おかしい点はまだ他にもいくつもあるんですよでこの有本薫っていう人間がですね本当に気をつけないといけないしもうはっきり言って訳わけからないんですよなんでかっていうと「う」と「ロンの話で「う」を応援してるんですね「う」応援団とていう時点もアウトですからね、うん ウ応援団とか西側応援団っていうのは何かっていうと外国勢力の傘下に入ってるんですよ。僕はそう思ってますし、多分皆さんもそう思われると思います。で、じゃあ何なのかっていう話は単純なんですよ。ウもロも応援しない、えー、日本の在り方が正解です。なんで応援するんですか他国の有事でしょう。別に日本関係ないじゃないですか。日本には9条っていうもの,の、憲法9条があるんですよ。なんで外国のその有事に、えー、首突っ込むんですかなんでウ応援するんですか意味がわからないですよ。 僕は運も応援してないしも応援援しししなないいロですよ、うん、できることだったら、炉と、ね、貿易、外交、そういったものが必要だと思いますが、もう多分無理でしょうね。日本が、岸田がもうずっとこの炉を応援して、完全に後で言いますが、あネオコンとかね、米の軍産副合体の傘下に入ってるんで、もう炉とか中国に日本というのはねえもう嫌われるで。そうなるとどうなるのかというと、貿易とかそういったものに支障があの出てくるんですよ。 つまり日本国内の経済が崩壊するっていう問題があるんですが、そういったことは全然この日本保守党とは触れないんですね。口を開けば誘致と言うんでね、訳わ,わかんないじゃないですか。うん、あとあの、これ前ね、あのお伝えしたんですが、ちょっと僕、その映像をどこにあるのかっていうのは分からなかったんですが、僕はこれ見て、多分皆さんもこれ見た方いらっしゃると思うんですが、え日本保守党のですね、百田直樹と有本薫がですね、2人で対談してるシーンがありまして、 あの日本の若者はですね、日本が有事になったら有事に行きなさいって言ってるんですが、別にでだらめでもなんでもないですよこの2人ってそういうこと言ってたんですよ。話にならないでしょ。うんで。有事にならないように外交するのが政治家の役割じゃないですか。何やってるんですかって話。でもこれも正体ばれてるから、後でお伝えします。で、安倍に関して、安倍さんとかって言うんだけど、いやいやいや、この一言で終わるでしょ。この一言でもう、もうこの一言ってこれでもう終わるでしょ。安倍晋三は遠丸とズブズブでした。はい、アウト。 勝共連合とズブズブ、はい、アウト。ね、勝、え、共、ー、連合になんかビデオメッセージ出して、ね、注目されて、批判されてましたよね。はい、アウト。この時点で信用してはいけないんですよね。だから別にいちいち声高にね、語るとか怒るとかそういうことではないんですよ。安倍さんは売国土だからアウトっていうことです。 であの日本保守党って、えー、日本保守党というか、まあ、日本保守党を応援している人なのかな分かんないけどそういう人ってなんかこの有事に肯定的らしいんですけどダメですからねあの考えてくださいよなんで有事に向かうんですか有事に向かったら国民がなくなるんですよ 日本国民の尊い命がなくなるんですよ。この戦前の日本をね、賛美してるとかっていう声があるんですけど、日本保守党。わけわかんないじゃないですか。で、百田直樹って、えー、本当なのかあ、何なのか分かりませんけど、話にならないんですよ。知識がないのか。百田直樹ってネオコンを知らないっていうんですよね。大丈夫ですか うん、ネオコンっていう、だから、米の軍需産業、軍産複合体ですよ。ネオコンを知らないとかって言ってね、で日本国民の保守とか愛国っていうものをたきつけて、日本を誘致に、えーま、あの巻き込ませようとしてるんですよ。本当の話ですからね、なんかそういった人間憲法を改正するんですよ。で、例えば他の政党の人に対して、例えば、レオの山本太郎さんとかに対してね、考え方が左側だとかって言うんですが、いや、左側でもなんでもないんですよ。 憲法を改正しないっていうことで日本は誘致にはいかないそれだけですそれを考えているっていうことで,、うん、で日本保守党っていうのは安倍晋三とか高市早苗をものすごく推してるんですよ話になりません、うん、話にならないでしょでえっ、ー、とね日本保守党の飯山明かりっているじゃないですかあれがですね右を応援して今度はイスラエルを応援してるんですよこれ話になりませんから あだからこれもさっきの理論と同じですよ、イスラエルがどうのこうのっていう問題じゃないですよ、中東情勢かとか、中東,中東情勢を語っているふりしていや、そうやって有事の方向に片側を導いてるわけでしょ、意味がわからないじゃないですか。で、先ほどのリスナー様のコメントにあったことと同じで,です、ね、日本保守と100多を応援している人がたくさんいるのって謎だよねっていう意見があるんですよ、で僕も謎だと思うんですが、おそらくとんま関係者が数多く動員されてるんじゃないかと思います。 日本保守党の背後には東丸あるいは勝共連合がいるんじゃないかとそういうふうに僕は疑っています。であの、これはリスナー様もコメントいただいて、えー、結構この百田直樹について分かってるんですが百田直樹にですね東丸のことを聞くとブロックされるらしいんですよ。いやいやもうそれが答えじゃないですか。<laughs> 別にだって何でもないんだったら別に答えればいいじゃないですか。なんでその東丸について聞かれるとブロックするのそれもう自ら自分たちのつながりがありますよって言ってるようなもんでしょ。うん でこの日本保守党っていうのもあの、これきちんと言ってる人がいるんですよ、僕もそう思うんですけど、日本保守党はエセ保守であるということですね、日本国民が真実になかなか気づかないように、国民をうまくです、ね、コントロールする、愚民化するための政党であるっていう、そういったことを言ってる人がいて、僕もそう思います。で、えー、なんだそのことって言うかもしれないじゃないですか、そのことについてきちんと説明します。 この話を聞いたら明らかにおかしいと思う。別に話を作ってるわけでもないし、明らかにおかしいと思うんですね。だから、日本保守党って僕嫌いですけど、調べるんですよ。何言ってるのかなと思って。で、調べるとおかしい点がどん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 出てくるんですよ。これっていうのは、まあ、ひと言で言うとこういうことです。日本保守党っていうのは自民党の別動隊、それだけ。 うん、で、あるいは、百田直樹、有本香織っていうのは、そのネオコンとかあ、ね、アメリカの一部の D の S とか、そういったものの傘下にいる人間、まあ、言うなれば、傀儡です、傀儡政権、うん。そういったこと。で、あの、また今度別の SNS に少し前から投稿されていたことがあるんですけど、日本保守党はですね、ネオコンとか、あまあね、そのゴールドマン・サックス、ブラックロックは存在しないとか、そんなこと言ってるんですが、もうわけわかんないじゃないですか。大丈夫ですかって本当思うんですけど、 いや僕、別に政治に詳しくないですけど、そんな僕でさえ思いますよ。ネオコンというそのアメリカの軍需産業、あとゴールドマン・サックスという証券会社ねで、ブラックロックってね、あの有名なあまあ投資会社なのか、何会社か分かりませんけど、とにかくこう日本を乗っ取ろうとしてる会社なわけですよ。うん、知らないとか、いや、本当に知らないんだったらやばいからね、あのまあ、な,なんだろう、もうまあ、分かんない、知ってるんだと思いますけど、百田っていうのは、知らないふりをしてるんですよ。 うん、で、えー、まあそのお、まあ、日本国民の,その愛国っていう言葉あと保守っていう言葉を利用して、えー、国民の愚民化を図ってるっていうことです、うん、話にならないでしょであのー、これなんですよこれを聞いていただいたら多分皆さん納得すると思うんですけどだからね僕はそのさっきお伝えした根本さんとか黒川さんとか応援してるから、うん、あの根本さんこれ言えばよかったんですよ これ言えばもう、有本香織なんてなんも言い返せないですよ。だって矛盾したことを、あのあ矛盾がばれたんだから今で、これいきますよ。何がばれたのかって、はい。日本保守党は自民党の別を体、第2自民党、第3自民党なんかわからないですけど、なんでってこういうことですよ。うん。有本香織とかあ、百田直樹とか、日本保守党の人間ってこういうことを言ってるわけですよ。 自民党の9割がクズとか言ってるんんででしょ、うん、じゃあさなんでささ自民党とさ協力するの意味分からななくい、ねうん、自民党と協力するって言ったんですよ。あのなんか、この有本とか、あね、百田が出てる朝8っていうのかな、僕それ見ましたけど、そ言,って言,って言ってましたよ。おかしいでしょ言,言ってることおかしいと思わないあ有本かわりと百田直樹ってね、自民党は9割がクズだって言ってるんでしょその政党と何で協力するの都合がいいとか、そういった話じゃないでしょ はい、わかりましたよね。日本保守党ってのは自民党と組む売国保守です。衛生保守、売国保守です。さらにこの話を僕からしたらですね、この話をご存知じない方がいらっしゃるかもしれないんですけど、もう一回しますけど、百田尚樹というのは LGBT 法案に反対して日本保守党を作ったんでしょう。 うん、だけどまたなんか日本保守党の中にはちょっと LGBT 法案に一部賛成みたいなことが書いてあったんですよ訳わ,わかんないじゃないですかじゃあさっきのね有本香織の件ももう一回これ考えていきますよこれでどうですか百田直樹は LGBT 法案に反対で日本保守党を作ったんですよねまあそれもでたらめだと思いますけどですよねで百田直樹と有本香織でじゃあ日本保守党やってるんですよね うん、LGBT 法案を成立した自民党と一緒にやるって何考えてんの意味がわからないけど。矛盾してるね。はい、終わり。これが答えです。別に難しくも何ともないです。だから、こういったことを調べればわかるんですよ。僕は日本保守党ってのはね、おかしいと思ってたから調べたんですよ。全然こういうこと。だから、何がね、おかしいっていうか悲しいかっていうと、日本保守党を支持してる人はこういうことに気がつかないんですよ。気づきましょうよ。 あの日本を良くしたいっていうその考えの心を悪く利用されてるんですよ。悔しいじゃないですか。それを僕は言ってるんですよ。別にどこを押そうがどこを押さまえがそんなのは人の好き好きですよ。だけど、明らかにおかしいことを言ってやってるでしょ、うん。じゃあまたもう一つ別のことがあるんで言いましょうか。あ有本香里、桜井し子っていうのは今でもうを押してるわけでしょ。はい。この時点で分かりましたよね。西側の手先でしょ。うん。終わりですよ。全く支持する要素がどこにもない。 あのだからこういうことに騙されてはいけませんよ、百田って言われてるんですが、親ビーンとかって言われてますが、親ビーン関係ありませんから、わけわからないでしょ、うん、もっと言えばこういうことですよ、日本保守党ってのは自民党の替え玉ですよ、百、う、田、ん、直樹、有本かおり、日本保守党ってのは自民党の替え玉、自民党の別動隊です。うん で、えー、ここに集まってる人間というのは、右を応援している人間たち。で、さっき言いましたよね、LGBT 法案に反対して党を作ったのに、ね、LGBT 法案を通した自民党と仲良くするって意味がわからないじゃないですか。でね、僕は別にこの日本保守党に詳しくないけど、前調べたらあったんですよ。本当はね、支持する日本保守党っていうのがあるんですよ。ただし、百田直樹と有本香里の日本保守党ではないからね。 石破哲信さんという人が作った日本保守党を百田と有本が取った形になってるんでしょだから元々のこの日本保守党、このね、えー、石破哲信さんが立ち上げた政党だったらいいかもしれないけど、今の百田と有本のいる日本保守党っていうのは、衛星保守、売国、自民党の替え玉、自民党の別党隊、安倍応援団の集まり、支持するところは何にもありません。別に怒ってるわけでも、熱く声高に語ってることでも何でもなくそういうことです。 安倍応援団が集まってるだけ自民党の別動体ですその者たちが右を応援して西側の手先が集まってる西側ネオコンの手先だよそれを黒川さんと根本さんがきちんと指摘してるんですよで日本保守党っていうのは憲法改正を目的にしてますから有事ね 日本が有事になってはいけないでしょ。このことに一人でも多くの方が気づいていただきたいと思って、えー、僕はこちらの件を今回お伝えいたしました。このリスナー様がですね、おっしゃってたあ、まあ、お考え、最後にもう一回確認を込めてお伝えしますが、チーム黒川ーーね、黒川ーーさんと根本さん、正しいですよ、百田、あ有本、飯山に、えーね、話をしようと思って、で根本さんが、安倍のどこが保守だって、有本は答えられない、うん。だって衛生保守だからね、安倍晋三ってのは衛生保守売国道ですから、 うん、でただ、今回は多分、おそらく、日本保守党は、あこのね、えー、黒川さん、根本さんに対して、だんまりを決め込むっていう形だと思うんですよ。で、日本保守党の背後には、遠丸、日本会議の人間たちが隠れている。そういうふうに思います。ということで、東京十五区の補選が近づいてるんでね、一人でも多くの方がこの話、えー、知っていただければと思って、分かる限り精一杯お話しいたしました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。